第三次大学生は、1850年代後半から1900年代までの、米国市場での宗教行動主義の期間、経験なプロテスタントの教派に影響して、強い社会的な行動主義の色合いを持っていた。人類が地球全体を改革した後に、キリストの再臨が来るだろうという1000年期の進学から、強化された。社会福音運動、世界伝道運動といった運動は、 この覚醒から力を得た、ホーリネス運動、ナザレン運動など、新しい教派が形成された。説教するムーディを描いた、カリカチュア1858年、多くの都市で、覚醒運動は、南北戦争によって中断された。その一方で南部においては、南北戦争は特に、ロバート・イーリー将軍の軍隊で、進行復興を刺激した。戦争の後、ドワイト・ライマン・ムーディは、 ムーディ聖書学院を設立することによって、信仰復興運動を、シカゴの彼の活動の最大の協調点とした。イラ3期の賛美歌は、特に有力であった。金ピカ時代の金権政治は、社会的福音運動の伝道者と革新主義時代の改革派から厳しい攻撃を受けた。歴史家のロバート・ホーゲルは、彼らの多くの改革には、自動労働に関わる、戦い、 強制的な初等教育、工場での搾取からの女性の保護が含まれているとしている。加えて、アルコールの禁止のための撲滅運動があった。主要な経験なプロテスタントの宗派はすべて、アメリカ国内と世界中で増加している、伝道の活動を講演した。宗派に関連した大学は、カリキュラムの数、サイズ、品質ともに急速に拡大した。 特定宗派の若者の集団のエプワースリーグとウォルサーリーグと同様に YMCA は多くの都市で重要な位置を占めた。1880年、旧政軍の教派はアメリカに到着した。その進学は第二次大覚醒の間に言い表された理想に基づいていたが、貧困への焦点は第三次大覚醒のものであった。メリー・ベイカー・エディはクリスチャン・サイエンスを導入し、 国の援助を獲得したが、一般に通常の古代信条を認めるキリスト教会においては異端とされている。また、チャールズ・テイズ・ラッセルは1884年にエホバの承認を創立したが、同様に通常の古代信条を認めるキリスト教会においては一般的に異端とされている。倫理文化ソサエティが1876年にフェリックス・アドラーによってニューヨークに設立され、 修正主義のユダヤ人の顧客を引きつけた、ジェーン・アダムズのハルハウスが、シカゴにそのセンターを置き、リンポカン運動とソーシャルワークは深く影響を与えた。ありがとうございます。